はい、皆さんこんにちは。カタリリウムのカタリリです。あやさんと行くスカイリム、今からだって楽しめる、続きやっていきたいと思います。ということでね、たくさん死んでますどうしようかということなんですけど、来たね。そこでちょっとこっちで戦おうかなと思うんですけど、あやらはアイラ来ないじゃん。アイラ一人で戦ってる。一人で戦ってる。あ、来た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 。もう来ちゃったわ。こいじゃないよ。わあ。ねえ、パー。外しました。者を殺そうとは愚かな。お、倒せる。ました。あと一人、後ろ後ろ。ちょっと待って。あれを回復しよう。スタミナを。スタミナ。スタミナの回復薬だっかあるからね。いけ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 。スタミナを回復しよう。いけるいける。お、倒せる。お、倒した。セーブだわよし、あと一人。とりあえずセーブだわ。でもこの先にもまだいるよね、きっともちろんまだまだいるんじゃないこれすげえ消耗してる。こっちは帰り道だろうな。さあどうしようか。何を待ってるんですか。え、回復です。体力ですか。そう、 HP だったら治癒で回復できますよ。あ、そっか。マジ大だった。弓で弓、いや残ってるのは弓なんで突っ込んだ方が早いかな。突っ込んだ方が早い。うん、外さなければ。あれ弓、あれ弓じゃないですか。あ、いや、弓ですよ。あ、ね、こいつが一番強いのか。撤退。あ、やら戦う弓でこんな来た。あ、スキルアップできる。どうしようかな。スタミナ行きますか。いや、レベルアップじゃないんで。レベルアップじゃないじゃん、これ。魔法で魔法で回復しますか。に、左手。あ死んでもった。強いね。どうしようか。
さあニュータイプか。アエラ何してんだ怯えている。アエラ今休んでたよ何してんだろう。頭抱えてません。本当だ、怯えてんのかな。同胞団の亡霊怖いんですかね。お化け怖いのか。ようやく当たった。あいつはニュータイプかよ。お、倒せる、倒せそう。気をつけて。あれだ。お、倒せる、倒せる。倒せるよ。お、やった。さっきセーブだわ。来た。外した弓回収しましょう。もったいないから。そうだねあるかな。あ、いっぱいありますね。あらあら。いっぱい落ちた。鉄鋼鉄の弓落ちてますね。ん、鋼鉄の弓。あ、嫌か。セーブして、まだ先は長そうだな。あ、でもなんか扉がありますね。ちょっとマップで確認してみますかね。お、終わりかな。近づいては来てる。これで終わりかな。どうすかな。お、なんか、あ、終わりかな。あいつ終わりっぽいですね。いや、あいつってあれ人ですか？違うね。なんか台座っぽくないですか？台座っぽいっすね。もしかしてもう敵出てこない？ここから出てくるんじゃないの？うん、多分来るよね。まあだからもう武器変えていいですよ。不意打ちできないし。ただ出てくるのか。ハンドル。ん？何が起きたんだ？そこの右の道かな。あ、ここが開いたのか。あれ？あ、なんか終わりっぽいですね。終わりっすわ。大丈夫かな。あ、終わりっぽい。あー、終わりかな。あ、終わりですね。終わりですわ。これラスト、敵はいない。ラストステージ。おっと、敵はいるよ。ここで確保できた。本日はステージ。永遠の眠りが待っている。スタミナ回復だ。回復薬がちょっとあって、お、弾かれたぞ。マジか。向こうもガードしてますね。ガードしてるわ。ここで薬使って大丈夫かな。回復すればよかった。超ドーピングしてる倒したけど戦略的撤退だ。あ、こっちも敵がいる。
これはもう終わったな。残念。何匹いた？3匹ぐらいかな、敵は。ちょっと弓にして。いや、弓、いや、いいですよ、ブースラードにいいですよ。本密外して、うん、なぜジャンプしたんですか？あ、間違えた。さっきまでやあれ、どっから来たっけ、さっき。で、そこでちょっとセーブして。あ、そっか、うん。で、ここでなんか敵を一人ずつ倒しましょう、この通路で。多分突っ込んでくると思うんで、ここで一人ずつ入り口でただ倒すっていう。大将、あれ倒した？うん、倒したみたい。ちょっと一回セーブしとこうか。まだ3匹いる。やばい、作戦失敗してるかも。あ、その後ろの通路入って。あれ、殺された。先に殺されちったわ。やばい、あと3人ぐらいいたな。逃げすぎ、ちょっと逃げすぎ。来た来た、いや、理想はもう一人ずつと相手にしたいんですよ。そうだね。だからその入り口の手前で戦う、もしくはその通路の中で戦うっていう。通路の中か、中当ててもあるね、うん、じゃあ中行ってみますか。あれ、通路でかいぞ。でかいっすね。あ、でも一人ずつですね。でも、やば、これで回復して持つかな。厳しい。もう一度。終わりのない敵は皆に訪れる。やしな。お前に私は何をなどできない。厳しいな。さあどうしようか。出なかったな。ダメだ。厳しいな。じゃあアイラの方へあえて行こうか。逆に突っ込みますか。うん、うん、あそこは狭いからいいかもしれないですね。そこまで出てダメなんですよ。倒せるか。もう一回。あ、で。私の反則を妨げる者は誰だ。いや、ここ倒したら終わりなんですけどね。きついっすね。
なんかもう死にかけてる。困ったな。最初の一発がなんかうまく出せないな。もうこれでも止めないな。後ろ。あ、もういいでしょ。お前はここ。あえだ。あえだ。ちょっとあえだのなんかしてくれんじゃない。あ、こうしゃがんでんのか。使おうか。シャウトやってみますか。あ、シャウト。魔法のシャウト。揺るぎなき力かな。これで使えます。それで Z ボタン押せばポンって言ってひるませられます。Z。 そんな感じ。あ、今一瞬でしか押さなかった。あ、でずっとね何回か押してたんだけど出なかった。押す時間の長さで威力変わるんですけど。あ、そうなの。長く押してるというか、長く押してると一番強いのが圧力ってやつが出ます。ダメだ。あ、これだいたい弓じゃん。もう死ぬな。ポグ出ないぞ。あ、これね。ちょっともう一回やってみよう。それでひるんだところをやっつける。とりあえずシャウトで。押すんだ。そんな。シャウトは1回しか使えないんでしたっけ？クールタイムがあるんですよ。あ、クールタイムがあるのか。だから今出なかったんだ。いいな。何分やってるんだって話になっちゃうな。どうしようかな。片手剣に戻してみますか。こっち。うん。使い慣れたバージョン。ダメ。早い。思いのほか早かった。もう一回ちょっと片手剣にしてみるか。でも倒せ。倒しました。一匹倒したけど。あ、じゃあそれで全力で逃げましょう。
で治癒しながら逃げるっていう。ああはあはあはあ。右クリックですね。ねえ、来た。魔法の薬飲んで、魔法の薬を飲んで、またさっきのパターンで、これドーピングですよこれ。ドーピングの回復薬はなし。よいしょ。あ、倒せる倒せる。まあ、後ろ。ここでいいね。で、行こうか。うそ。もったいない。もったいない。セーブすればよかったかな。おお。じゃないこれ。なんか奥のやつがセント君に見えてきた。セント君。やっぱ角が千と君に見える。やばい。やばいけどこれどうにもなんないな。どうにもなんない。もうちょっと倒せるんですけどね。回復しちゃうんですよこれあんまり離れると。あ、そうなんだ。来た。走れなかった。回復しながら走れないんですかね。あ、できませんか。なんか走らなかったな。いやどうしようこれ。頼む、起きてくれ。そのためにこっち来たんだけど。もうちょっと倒せる。何したらいい。OK で、もうどうにもなんないかな。逃げろ。逃げて。回復。回復。治癒しながらもう。あ、こっちも来た。いけいけ。反撃。アイラ。反撃。止まるな。止まっちゃダメだ。もうちょっと倒せる。逃げる。逃げろ。回復。そんな。回復しながら。
薬ちょっと伸びすぎじゃないですか。よし回復したね。でちょっとセーブしようよ。セーブ。どこ行った敵は。今アイラと戦ってますね。だっけ。セーブしました。セーブした。あ、来た。あれあれ倒した。アイナ倒したのか。ちょっとこれも全員倒したの。マジか。いや奥に一人いたよね。いやでもあいた。おもしかして一撃で。一撃か。見せ場作るな。終わるときはあっさり。何だったんだ今までのは。きつかった結構。きついわ。もうどうしようかと思った。もう小銭集める勇気も生まれてきました。アメジスト、まあ売ればいいか。どこにあるの。上じゃない。この上か。もう一回セーブして。さすがにもう出てこないでしょ。さすがにもうなんだこれ。あれ なんか怪しい。なんで階段3つもあるの。怪しくないですか。なんかいっぱい敵が出てくるってことはもうないと思いますよ。本当。うん。コドラックと話す。これかコドラック。ちょっと頭ってる。いやー、盾の姉妹。いやきつかったんだけど。もちろんそう。仲間の導き手たちと一緒に彼らを温めてるんだ。ハーシーに見つ。私しか見えない。同胞団の指導者を私しか知らないためだ。ロービーグだ。前任者たちを五六人は見ることができる。私には全員見える。ソブンガルデにいる者、彼ら全員が君を見る。同胞団の名誉を取り戻した君のことを取り戻したことになってる。忘れがたい恩です。そんなことは。そうだ、魔女たちの首はまだ持っているのか。よくやった。首をどれか一つ火に投げ入れる。それで魔法が解ける。少なくとも私は助かる。そんなの持ってたっけ。いっぱい持ってますよ。ああ、いっぱい取ったやつか。どうした。何。いや、あのコドラクに入っていた狼を今出したんです。こいつを倒すの。倒せばいい。お前を殺してやる。あのこれで今コドラ君ノーノーと向こう行っちゃったじゃないですか。うん。あの自分のあのウェアルフだった時の狼を剥がしたんですよ。これ。あれ逃げちゃったよ。どうしてなんか変な挙動してる。なんか強いのか弱いのかようわからないな。倒した。倒した。セーブしとこうか。盾の姉妹。あなたの獣の心を殺した。そして私の中にいる獣。自分は逃げてたろう。おそらくソブンガルデだ。古き英雄たちが助けに来てくれる。ハンティング・グランドが必ず勝利。これさっき書いてあったやつだね、あの日記に。いつか君も参戦してくれ。
だが今日のところはひとまずジョルバスクロに戻るんだ。勝利の余韻に浸りながら。勝利の余韻ね。苦労したわ、毎回毎回。まあ最後には何かと見せ場を作るけどね。聞き間違いかしら。あなたが同胞団を導くって言ったの。いやー結構めんどくさかったな最後。その通りだ。驚いただけよ。すごい大変だった。でもあなたの強さと高潔さは誰の目にも明らかだわ、うん、誰よりも先にあなたを導き手と呼べるのは光栄よ。みんなに伝えに行きましょう。よし、ということで今回はここで終わりにしましょう。もう30分超えたぞ。宝箱だけ漁って、宝箱だけ漁りますか。ちょっと整合して、どこにある、成し遂げられる人物ってわけ。気に入ったわ。これなくない？上かな。そこ坂登っていけばいいかもしれないですね。これ？いや、その奥にある坂。あ、これか。あった。これ一個だけかな。お、イスグラモの盾。これなんだろう。なんかすんげー高い。エルフのメイズ、まあいいや、回っとこう。あとはいいかな。うん。反対側にはないのか。ない。まず階段がないですね。そうだね。うん。じゃあこれで終わりかな。これは近道かな。多分そうだね。じゃあここで終わりにしますか。苦労したわ。もうちょっとうまくできればね、早く終わるんでしょうけどね。えらい苦労しました。今回は罠でやっつけることもできなかったし。確かに前回はね、もうひらめいてそれでパパッと奇跡の勝利。奇跡の勝利。誰がびっくりしたって、本人が一番びっくりしましたから。ということでね、ちょっと長くなりましたけども、最後まで見ていただきましてありがとうございました。あやさんもどうもありがとうございました。はい。